平成盛は平安時代後期の平家一門の武将、平成盛の三男。官位は十五位下、倉人。父、成盛は平清盛の弟であり、成盛も平氏政権の前世の中で若くして任官し、栄達した。しかし、樹永2年7月、源義仲に追われ、平家一門が都落ちすると、成盛も父や兄らと共に、これに従った。 樹永3年2月7日、一の谷の戦いにおいて、ニーラと共に、山手の木戸口の防備に当たったが、源の範頼りりの軍の手にかかり戦死。平家物語によると、成森は、日立国の住人、土屋五郎重行と組んで撃たれたとされている。原平清水記には、その最後の様子が、 以下の通りより詳しく描かれている。すなわち、源義経の坂落としの奇襲によって、大混乱に陥った、平家軍は、会場の戦乱に向かって敗走し始めた。成森は馬上、なぎさに佇んでいたところを、泥や白を吉安に組みかかられ、双方馬から落ちて、上になり、下になりながら組み合っているうちに、古い戸に落ちてしまった。成森が上になって、 四郎の首をかこうとするが、そこへ、泥や五郎が助けに現れて、成森に兜に取り付いた。成森は振りほどこうとして、五郎は兜を掴んだまま投げ飛ばされた。だが、成森は手負いになっており、五郎は起き上がると、成森の首を取り、兄を井戸から引き上げた。この時成森は十七歳で、その力の強さに人々は感心したという。鏡によると、この戦いで、 兄の道森、乗りつねも討ち死にしている。このうちのりつねについては、玉葉などに生存説があり、平家物語、源平清水期などの軍記物語ではこの後の、八島の戦い、壇の裏の戦いで、大いに活躍している。2月13日、一の谷の戦いで撃たれた他の平家一門の首と、共に刑で獄門に処された。ありがとうございます。